何やら揉めているようですが、大丈夫ですか。揉めてないよ。揉めてない、揉めてない。まあ、今日はね、このパーカッション俺お盆ということで、お盆といえば要するに死者が現世に帰ってくるその日ということで、死者との交信ということが今日のテーマだということで、今日は人間元を正せば骨じゃねえかということで骨のシャツを着てまいりました。今日は月は真っ二つ、雲に隠れちまったが雲の向こう側か。でも真っ二つに割れちまった月の力を借りてヒューマンレディオ、君の心の内側、僕の心の内側、みんなの心の内側のヒューマンレディオの感度は良好。ヒューマンレディオの感度は良好。見えない聞こえないけど感じるんだ、見えない聞こえないけど感じるんだ。ヒューマンレディオ、ヒューマンレディオ、チューニング、チューニングを合わせて死者、死者の声を聞くんだ。今日は何の日だい。 8月15日、あれから68回目の今日も8月15日、8月15日の1回目、それから遡ること十数年前から、多くの人々が肉体を失って心になっちまった。その心が語りかけてくる、その心の声を聞いてくれ。奴はその時、奴はその時、奴はその時満州、その時、奴はその時、遥か奥には何百里、遥か奥には何百里、奴は、奴は身一つ身一つで、奴は望んで戦争に行った、奴は望んで戦争に行った、そして帰っては来なかった、そして帰っては来なかった、奴は自分から戦争に行った、奴は痛んで戦争に行った、そして帰っては来なかった、そして帰っては来なかった。太陽に揺られて、戦後に揺られて、長い間輸送船に乗った、前に揺られて、後ろに揺られて、長い間をかけて渡った。マサイされてたトラックと一緒に、ヤツは大陸へ渡っていった、ヤツは大陸へ渡っていった、ここは奥には何百里、ここは奥には何百里、だいぶ恨みも勝っただろう。輸送代
北へ南に輸送隊在北へ南に流れる大川よすこ流れる大川よすこ雨の流れの中に川の流れの中にサメが泳いでいるようなサメが泳いでいるようなそんな大河のほとりは走っていった大河の浜辺は走っていった走り抜けてた15年間いつ果てるとも知らないいつ果てるとも知らないパパを握ったその手パパを握ったその手飛び交う鉛玉飛び交う鉛玉道の道の行く端々には時代が無数に埋めてあったそれでも奴は進んでいったそれでも奴は進んでいった守らなきゃ奴らと思って戦闘に行ったそして帰っては来なかったそして帰っては来なかった後に残ったものは後に残ったものは守ると言って守ると言って奴は結局は海を渡ってあの場所に海を渡ってあの場所にお邪魔したのは奴の方だったお邪魔したのは奴の方だったお邪魔した奴は結局はお邪魔にされる運命だったお邪魔をしていった奴は結局はお邪魔にされる運命だった ABCD の方位を解くためと言いながら奴は大陸に渡っていったそのはずなのに ABCD の方位を解くために方位を解いて自らを守るために家族を守るためにそのためにそのために海を渡ったはずなのに徐々に広まる方位も一向に吹けぬ方位もバカな飯はいつでも奪っていったさバカな飯はいつでも奪っていったさ女が欲しくなればいつでも奪っていったさ奪って自らのものにしたのさだいぶ恨みも買ったのさだいぶ恨みも買ったのさ奴の血が流される時が来たそしていよいよと奴の血が大地に吸われる時が来た奴は望んで戦争に行ったそして帰っては来なかった奴は急んで戦争に行ったそして帰っては来なかった殺せと叫ぶ奴らは弾には当たらない奴らが叫ぶ殺せと叫ぶ奴らは弾には当たらない死ぬのは誰だい殺すのは誰だい弾を撃つのはあんただよ僕と同じあんただよ弾を撃つのはあんただよ僕と同じあんただよ弾に当たるのはあんただよ弾に当たるのはあんただよ僕と変わらないあんただよ僕と変わらないあんただよ
一つ一つが人間の命だよ。数字じゃないんだよ、数字じゃないんだよ。いくら数を並べ立てても数の後ろに人数を人って書いたところでよ。一人一人は生きてる人間なんだよ。命があるんだよ、命があるんだよ。一人一人が命があるんだよ。思い出しては見ないかに、思い出しては見ないかに。今日は8月15日、今日は8月15日、68回目のあの日から数えて、68回目の8月15日、Human Radio の感動もどこに、Human Radio の感動もどこに。あの世界から。Human Radio の感動は両方に。チューニング、チューニング、合わせて、合わせて。彼らの心の声を聞くんだ。彼らの心の声をそう感じるんだ。感じるんだ、感じるんだ、感じるんだ、感じるんだ。見るんじゃない、聞くんじゃない。感じるんだ、感じるんだ。Human Radio の感動は両方に。Human Radio の感動は良好に。
真っ二つに裂かれちまったお月様。今頃は熊の向こうかい、今頃は雲の向こうかい、夏の引力の力でも足りて今夜はそう。ヒューマンレディオのチューニングメーターを右に左に回して、さあ聞こえてくる何かにその耳を傾けるんだ、何かにその耳を傾けるんだ。思い出すんだ思い出すんだ、今日は8月15日何の日だったのかい、何の日だったのかい、今日は8月15日。あの日から数えて68回目の8月15日。あの時何があったのかい、あの時何があったのかい、あの時君らと同じ肌の色、君らと同じ目の色の、君らと同じ人間たちが、その時何を思ったのか、その時何を感じたのか、思い出すんだ思い出すんだ、今日は8月15日。思い出してください、今日は8月15日、何があったのかね。涙なしでは語れない話ですよ、本当にね。10万人死んだとか100人死んだとか水道の検診メーターじゃねえってんだよ。人間は数じゃねえんだ、一つ一つ一人一人命があるんです、考えがあるんです、そして生きてきた年数だけ築き上げてきたものがある、それを数でただ表す。鵜呑みにしちゃいけないんですよ、情報という形でね、瞳に入ってくる、耳から入ってくる、それが数字じゃ浮かばれないですよ。今日はお盆です、そのところ考えましょう。ありがとうございました。タイムベース&テスコーズ、じゃあもう